ことアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は9月の9日木曜日になりますよ。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンあがる、イエーイ。バラのために雨の中頑張ったことがあらるありますよね。ロザリアなら普通ですよね。今日も9月というのに長雨、はい、もう雨止むまで待ってられません。それなので今日は雨の中作業していこうと思います。今日の作業はこちら、秋バラのための肥料ですね。はい、僕の肥料はおなじみ、家の中にいるアップルちゃんの糞。アップルちゃんはウサギです。ウサギの糞をバラに与えていこうと思いますよ。そして中耕ですね。まあ、生育中に軽く耕すことを中耕と言いますけども、はい、今日はこちらのウサフンの肥料と中耕という動画ですよ。そして香りのバラもちょっとだけ咲いておりますので、そちらカットしていつものように楽しんで終わっていこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは綺麗な秋バラのために肥料を撒いていこうと思いますよ。そして軽く耕します。はい、ウルオンプランターの方にも巻いていきましょう。こちら自動給水器の方にも巻いていきましょう。雨の中の作業となりましたけども、雨が降ってくれると先ほどのウサフン肥料が溶けてちょっと効いてくれるのでありがたいですよ。はい、では今日も香りのバラカットしていきましょう。こちらセンチメンタル綺麗に咲いてくれましたよ。そしてビュアールマネですね。とても綺麗です。よいしょと、最高ですね。はい、それから今日はソウも綺麗に咲いてくれておりました。そしてシェーラザードが小さく可愛く咲いてくれましたよ。トットちゃんも小さく咲いてくれました。そしてクリスティアーナですね。雨の中綺麗に咲いてくれておりました。くーちゃん、今日も綺麗にたくさん咲いてくれたね。よかったね、トトさん。本当によかったよ、この雨の中。はい、今日はまずこちらのセンチメンタルいかがでしょうか。このしおりのバラ、この赤に白が入る綺麗なバラなんですよ。こちらとこちらのエデュアルマネですね。同じ絞りのバラでも咲き方が違うのが本当に素敵ですね。
香りはどうでしょうか。センチメンタルの香りは、うーん、爽やかで甘いぜ。うー、最高最高。そしてこちらの、エリアルマネもまたこう違った爽やかで甘い。この違いがお届けできないのが歯がゆい。いやもう本当にいい香りなんですよ皆さん。あー、センチメンタルと、あー、このエリアルマネは最高にいい香りです。そして今日はこちらの川本バラ園さんの層も綺麗に咲いてくれておりますよ。うわー、香りも本当にブルーのバラ独特のいい香りです。もうブルーの香りのブルーダイヤという感じのいい香りですね。もう本当に、はあ、気品のある良い香りなんです。本当に甘くて、そして爽やかで、そしてこちらの隣も川本バラ園さんのトットちゃん、ちょっと小さめですが、うー、この子も爽やか、もう爽やかさがメインですね。あー、本当に爽やかさの中にちょっとした甘さがある、本当本当にいいバラなんです。そしてこちらのシェルザード、シェルザードもちょっと今日小さめですけども、ロサオリエンティスさんの、あー、本当にレモンのようなフルーティーな爽やかな香りがします。小さくても香りは変わりません。そして最後こちらですね、クリスティアーナ、この子も、はあ、爽やかで甘いぜ。うん、もう最高です。もうどのバラも最高にいい香り、もうまさに香りのバラの秋祭りや、秋祭りや、ラセラ、ラセラ。はい、では今日も天使の器に飾っていこうか、くーちゃん。うん、いいね、たくさん咲いてくれたもんねじゃあこちら天使の器にバラを飾っていこうと思いますよ。よし、今日はこちらのローズマリーと、うん、こちらのタイムをちょっとバックに飾ってみましょうか。はい、今日はこんな感じで完成といたしましょう。いいね、なかなか。よいしょ、くーちゃん。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。あいにくの雨の中の作業となりましたけども、でも雨の中こうして肥料を散布してやると雨に溶けてバラの根に伝わっていくということなんで、全然気になりませんよ。ちょっと体を拭いて風邪ひかないようにしないといけませんけども、皆さんも気をつけくださいね。ではでは、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。また見てね。朝日を入れよう。はい、これが分かった方は相当のジブリ好き